こんにちは、モーリーです。今日はですね、令和の時代に語り継ぐべきビーイングの曲をですね、4つちょっと僕厳選したので話していこうかなと思うんですけど、今回、自粛期間がちょっと長くなっちゃったので、僕も YouTube でねビーイングの音楽をすごく聴く時間が長くなったんですけども、改めてこの曲はやっぱり令和でも新しい次のね世代の人たちにも聴いてほしいなっていう曲があったので、ぜひこれを皆さんにお伝えしていこうかなというふうに思ったのがちょっと理由なんですけど、簡単にね僕のこと全然知らない人にもご紹介するとですね、僕は生まれてからですね、幼稚園ぐらいの頃からもうすでに家の中とか、ドライブしてる最中にはこのビーイングの音楽ばっかりかかっていてですね、それで自然にビーイングの音楽が好きになったんですけれども、小学校の低学年ぐらいの頃からなんかね、いろんなアーティストのビーズとかワンズとかティーボランとかザードとかっていうアーティストの中で僕が自分が好きだっていう曲をね、集めてカセットテープにダビングっていうんですか、録音して、それでドライブの時とかはそこの車に持って行ってかけて、で両親も兄弟もいたんですけども、もうそういう周りの人たちも古虫で自分が好きな曲をずっとかけ続けるっていうね、かなり KY な子供だったんですけど、それぐらいこうビーイングが好きだったんですね。そんなビーイングオタクの僕がですね、売れてるか売れてないかっていうのを全く古虫してます。今回はもう完全に独断なんですけれども、その中で4曲っていうのは何かっていうのをちょっとね、共感できるか分かんないですけどご紹介しますね。でまずは1つ目はですね、これはね絶対に外せません。もう皆さんね、この曲は絶対知ってると思いますし、これを外したらお前ビーイングファンじゃないだろうみたいな感じになっちゃうので、これは入れたいんですけども、何かというと織田哲郎さんのいつまでも変わらぬ愛をですね。この曲は1992年の3月に発売された曲なんですけれども、当時のポカリスエットの CM のテーマソングとして使われてまして、織田さんの唯一のオリコンチャート1位を獲得した曲というふうに言われてます。まあ、作曲家としてね、かなり有名な織田哲郎さんなんですけど、当然もちろんご自身で歌われてるミュージシャンでもありますし、で、なんといってもこの曲はもちろんね、売れた曲でもあるんですけども、この裏のね、エピソードっていうのが僕はね、やっぱりね、心にすごい残ってるものがあって、でそれがね今回選んだ理由でもあるんですよね。でこの曲は皆さんもねエピソードご存知かもしれないんですけど、織田さんには、5つ年上のお兄さんがいて、そのお兄さんが実は、29歳という若さで、心臓発作で亡くなっちゃったっていうねことがあって、でそのお兄さんのことを思った曲っていうのがこのいつまでも変わらぬ愛よっていう曲なんですよ。この織田さんの5歳上のお兄さん、どんな人だったかっていうと、織田さんがものすごく尊敬をしていたお兄さんだったそうで、中学時代はオール5を取ったことがあるぐらいのかなり頭のいい方だったそうなんですけども、その受験戦争に巻き込まれてしまって、その頃からすごく悩んで引きこもりになってしまったっていうのがまずあったそうなんですね。そこからちょっと精神薬っていうのを飲み始めてしまって、で副作用っていうね、精神薬って副作用があるので、その副作用によって、体調も悪くなってきて、29歳、まあ織田さんが24歳だった頃にお亡くなりになったっていうのがあるんですね。で織田さんは1958年の生まれなので、つまりは1982年ぐらいの多分年だと思うんですけど、その頃にお兄さんが亡くなったというふうに言われています。なのでこの曲が発表されたのは1992年なので、ちょうど10年ぐらい前にお亡くなりになったっていうようなね、ちょっと悲しいエピソードがあるわけですよ。でそんなお兄さんのことを思って作り上げた曲っていうのがこのいつまでも変わらぬ愛をなんですけれども、織田さんのエピソードで言うとね、僕はね、織田さんのね、すごいなという思うエピソードが一つあって、それは2000年に、スペインでね、織田さんって実は強盗に襲われたっていうのがあって、そこで、ちょっと首をね、絞められて、声帯を、壊してしまったっていう出来事があったんですね。その影響で織田さんって、この声帯の骨を歪めてしまって、で、元には戻らないっていうことになっちゃったんですね。なので、それは歌声で高い声が出なくなってしまうっていうね、ことがあって、織田さんもかなりね、苦労されたそうなんですよ。で、一生懸命リハビリもやって、治そう治そうと頑張ってたそうなんですけども、やっぱり治らずに、どうしようかなと思った時に、ただ、音楽が好きで、で、このいつまでも変わらぬ愛を、歌ってる動画があるんですよ。それが、その声帯を痛めた後の、シーンなんですけれども、ぜひね、概要欄に貼っておくので見てほしいんですね。もうそれね、聞いたら感動しますよ。全然ね、もちろん、かつての高い声はね、出てはないんですけれども、まあ、それはそれでね、味のある素晴らしい音楽になってるので、まあ、これを見ると、この曲、いつまでも変わらぬ愛よっていうのを、令和にも語り継ぐべき音楽として選ばないのはありえないなっていうふうに僕は思ったので、この一曲はね、まずはね、
入れたいなというふうに思いました。はい、では次、語り継ぐべき曲2曲目なんですけれども、これはですね、僕が中学時代かなだと思うんですけども、おそらくですね、Being の曲の中でも相当トップ3に入るぐらい聴いていた曲で、ものすごく大好きな曲なんですけども、それは B'z の消えない虹っていう音楽なんですよ。この曲は、1995年に発売された、B'z のアルバムのルースっていうものがあるんですけれども、それの6曲目にね収録されている音楽なんですよ。当時もちろん中学生でお金がなくて、新しいね新作のアルバムなんて買えることもないので、中古でいいから買おうということで、それを買ったのがこのルースだったんですよ。で、聴いていて6曲目にこの音楽を聴いた時に衝撃を受けたんですね。なんていう素晴らしい曲なんだと思って、それをもう中学時代はねずーっとリピートして聴いてたんですよ。まあもうビーズといえばもう名曲だらけで、どれが名曲だなんていうことはもう選べない状態にはなってきてるんですけども、僕の中ではいつかのメリークリスマスとか、そういったね毎年聴く名曲っていうのよりも、この消えない虹っていう曲の方がねものすごい好きなんですよ。これなんでなんだろうな。やっぱりね、もうバラードの中ではね、B'z では1位だと思います。もう確実に。で、この曲がすごくユニークなところがあって、B'z って言えば、松本さんのすごい特徴的なギターの音色ってあるじゃないですか。あれがガンガン入ったロックな感じの曲っていうのが多いんですけれども、この消えない虹っていう曲は、ほとんどがピアノ演奏と稲葉さんの歌声のみなんですよ。たまにねちょろっとだけギターが入ってるんですけど、ほとんど松本さんのギターは入ってないんですよね。なのでこの曲っていうのは稲葉さんのまっすぐな歌詞と歌声っていうのがもうドストレートど真ん中直球でねこう作られてるような曲でですね、稲葉さんの凄さというのをすごく感じ取れる曲なんですね。素晴らしいバラードなので、聞いたことない人はぜひねこれを聴いてほしいと思います。で、次3曲目はですね、これは我らがワンズの曲なんですけれども、この曲もですね、僕もワンズ史上だいぶトップ3に入るぐらいで聴いてた曲なんですけれども、その曲名はですね、Keep on Dream っていう曲なんですね。僕が過去に投稿した動画の中で好きなワンズの曲トップ5っていうのがあって、概要欄に貼っとくので見てほしいんですけど、そこの中では1位は Love and Hate っていうのを入れてたんですよ。ただ、それね、当然好きなんですけども、こう、令和に語り継ぐべき曲っていうと、僕はどっちかというと、Keep on Dream をね、いつも推してるんですよ。この曲は1995年に、Secret Night っていう曲をで、シングル曲をですね、ワンズはリリースしたんですけども、そのカップリングに入ってたのが Keep on Dream っていう曲なんですよ。で、この時代どんな時代だったかっていうと、世界が終わるまではっていうのを1994年に発売して、そこでワンズのこの J-POP 路線っていうのをほぼほぼ終えた時期だったんですね。で、上杉さんがやっぱ J-POP が嫌だってことで、ロックな方向に行きたいってことで、最初に出したシングルっていうのがこの Secret Night だったわけですよ。だから、Secret Night を聞いた時に結構衝撃を受けたファンの方もいたと思いますし、僕も結構衝撃を受けたんですけれども、そのカップリングにですね、まさかこんな名バラードが入っているとはっていう感じなんですよ。そういったね、背景があったからこそ、この Keep on Dream っていうのは、バラードはバラードなんだけども、こう、かつての J-POP っていうのを、ちょっと匂いを残しながら、次のロックなテイストも入っている、この入り混じったような曲。で、その辺のバラードバージョンという感じで、結構レアなね、曲だと僕は思うんですけども。で、この曲を聴くとですね、なぜか僕は毎回、ミスチルのトゥモロー・ネバー・ノーズを思い出すんですよ。で、なんで思い出すのかなと思ったら、歌詞がね、結構似てるっていうのが共通点としてあるんですよ。で、桜井さんもそうだし、上杉さんもそうなんだけども、人とはどういう生き物なのかっていうようなことをこの歌詞で書いてあるんですけれども、その背景にある心理としては、やっぱり二人ともこの時期ってね、結構苦悩に満ちて、今後の方向性どうしていこうかみたいなことで悩んでる時期っていうのは共通してたと思うんですけども、そういった苦悩に満ちた感情が言葉として表されているのが、この Keep on Dream であり、Tomorrow Never Knows っていう感じで、僕はそういったね、イメージを持つんですよね、いつも。B'z の稲葉さんって、まっすぐで力強い詩を書くような、特徴があると思うんですけれども、ミスチルの桜井さんは、共感力がすごく高いリアルな歌詞を書く人って感じですよね。で、じゃあ上杉さんはどんな感じかっていうと、リアルな本音っていうのを
すごいセンスの高い言葉に置き換えて、表現をするまさに詩人のような感じの、詩を書く人みたいな感じなんですけれども、そのセンスの高さが思いっきりも溢れ出てるのがこのキープオンドリームなんじゃないかなというふうに僕は思っていて、この素晴らしい詩と歌声っていうのを令和でも語り継いでほしいなっていう思いがあります。そして最後4曲目はですね、これはもうまあ絶対語り継いでほしいというか、もうすでに語り継がれちゃってるんですけども、ザードの負けないでですね。で、この曲は1993年にも発売されて、すでに2020年で27年目に突入しているんですけども、まだまだテーマソングとして、まあマラソンのね、テーマソングだったりとか、いろんなところで使われているのがこの曲であり、やはり名曲中の名曲だなというふうに僕は思うんですけど、まあ、そもそもこの曲っていうのは、小田哲郎さん作曲なんですけど、小田さんが自分のアルバム曲として使いたいと思って、作った曲だったんですよ。ただそれを、酒井さんが詩を乗せて歌ってみたら、もう周りのみんなが大絶賛をしたと。で、酒井さん自身もこれ本当に言っていたかどうかは定かではないんですけれども、このメロディーにはこの歌詞しかありえないっていうぐらい降りてきた音楽だったらしくて、なので詩もすぐできちゃったそうなんですね。それぐらいこう運命的な出会いをした、曲っていうのが負けないでだったんですよ。で、この負けないでっていう曲は誰も文句なしで確実に名曲っていう風に言えると思うんですけど、僕がね結構好きなエピソードとしては、2019年の夏くらいかなに、ビーイング所属の倉木麻衣さんっているじゃないですか。で、倉木麻衣さんが実はアルバムの中でこの負けないでをカバーして歌ってるんですよ。で、倉木麻衣さんってもともと酒井さんのことをすごい慕ってて、で酒井さんも、生きていた頃にはこの倉木麻衣さんのこのコンサートとかにも足を運ぶぐらい、まあ、親交があったっていうふうに言われてたんですね。で、実はですね、それだけじゃなくて、酒井さんって、モデルとして最初ね、スカウトされて芸能界入りしたんですけれども、そのスカウトをした人っていうのは、山崎勇美さんっていう方なんですけど、この方は、実は倉木麻衣さんのお父さんだったっていうことはご存知ですか？なので、倉木麻衣さんと酒井泉さんっていうのは、当然本人同士の親交はあるんですけども、酒井さんと、倉木麻衣さんのお父さんっていうのもここも関係があるわけなんですね。なので、まあ言い方を変えると家族ぐるみでの親交があったものっていうのがあって、そういったエピソードもあり、倉木麻衣さんは負けないでをカバーして歌っていると。で、このカバーして歌った曲は、まあ、賛否両論実はあったそうなんですよ。ただし僕は、倉木麻衣さんが歌った負けないでもすごくいい曲だなと思いましたし、YouTube でね、その動画も公式でアップされているので、ぜひ概要欄貼っとくので見といてください。これもすごく倉木麻衣さんなりの色が出た素晴らしい曲だと思いますので、ぜひご覧になってください。ということで、僕が選ぶ、令和でも語り継いでほしい名曲の4つをご紹介しました。ただですね、ビーイングには名曲が多すぎて、この4曲だけが名曲かっていう風に、ね、言われるとね、それはね、全然違うんですよ。もちろんいろんな曲がある中で、勝手に自分が思い入れがある曲を4曲選んだっていうところなので、ぜひ皆さんの思う、名曲っていうのも、コメント欄とかでいただければすごく嬉しいなという風に思いますので、ぜひ、その辺も教えてもらえたらなという風に思います。ということで、本日は以上になります。ありがとうございました。